はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はバーガーをね大量に食べていこうと思います。というのもバーガーキングさんでなんか7月からですね、まあ1ヶ月ぐらいらしいんだけど、めちゃくちゃでかいねバーガーが期間限定で出るということで、それをね記念した食べ放題のイベントをやるらしいんですよ。で僕もねそのネットニュース見て速攻応募させていただきまして、無事ねそちらの食べ放題の参加資格ゲットすることができました。ただね、まあバーガーキングさん普通のお店、まあこういった普通のイベントなのでガチでね大食いしちゃうの申し訳ないですし、僕がね参加する時間が15時半からなんですよ。で今日の撮影に向けてもちろん僕もね何も食べておりません。現在ね2時過ぎですっげー空腹なので、ひとまずね川崎で家系のラーメンを食べてから挑んでいこうと思います。ちょっと腹減ったから家系行きましょう。はい、先ほどね、カンニ屋さんでラーメン食ってきました。めちゃくちゃうまかったね。ただ今回ね、頼んだのがチャーシュー麺だったんで、食べ放題企画に参加する前に食べる量ではなかった。まあラーメン食べたんで、まあ、お腹もねいい感じに膨れ始めておりますし、逆を言えば何も食べてない胃がこう活動し始めて準備ができたのかなってとこなので、このままねバーガーキングさんに行って食べ放題やっていこうと思うんだけど、ただね今回の食べ放題参加するにあたって本社さんの方にお問い合わせ口から、まあ、撮影いいですかって連絡したんだけど、まあ、お忙しいのかねちょっと返信が来ておらずでして、もしかしたらね撮影がお断りされる場合もございますので、もしそうなった場合はこの動画をですね供養として上げているかもしれません。ボツ動画としてね、まあ、ちょっとドキドキなんだけど、早速ね店内の方に入って撮影許可いただいてから動画撮影していければと思います。ということでね、ただいま店内に入っておりまして、改めてね今回参加させていただくイベントの、まあ、詳細説明といいますかさせていただきますと、7月8日から28日の期間限定でマキシマム超ワンパウンドビーフバーガーというとんでもないサイズのハンバーガーが発売されるらしいんですよ。このハンバーガーマジでヤバくて、1個のバーガーで総重量 608g あると、パティも4枚入ってて、もうカロリーでいうとその1個のバーガーだけでなんと1633キロカロリーと。今回はねそちらのバーガーとポテトと飲み物か、これがセットになった一通りを食べ放題できるということで、今ね開始10分ちょっと前なんだけど、先ほどね店員さんからご説明がありました。おかわりをする際には全部完食してることが条件ということで、プラス45分なんですけれども、ラストオーダーは30分と。ドリンクねに関してはこの中から毎回1種類選んでいく感じみたいでございます。僕もね何度も、まあ、家の動画とかでもバーガーキングさん撮影しておりますが、大好きなんでね今回のねイベント楽しみでございます。おそらく公開する頃にはねその販売期間も終了してると思いますが、皆さんにねどんなバーガーかっていうのをご紹介しながら食べていこうと思います。ということで、例えばですね商品が到着いたしまして、こうぬるっとね始まったんで、早速で僕も食べていこうと思います。いただきます。とりあえずねドリンクから、今回はねウーロン茶注文させていただきました。ポテトはねこんな感じでございますね。まあおなじみのポテトですね。うまっ。やっぱ揚げたてうまいな。じゃあこの辺りでね、このメインのバーガーいっちゃいましょうか。やばいっす皆さん、これやばくない？この厚み。パティが4枚入ってて、まあ、トマトとレタスでオニオンが入ってるね、まあ、中身こんな感じでございますね。えぐいなこれ。一口目いただきます。すごい、顎外れるかと思うぐらいの厚み。パティがさジューシーなの、4枚も入ってるから肉汁がジュワって出るのよ。これうまっ。
でも今回のイベントね、周り見てるとね、まあ、女性の友達同士のお客様とかもいらっしゃるんだけど、まあ、これ女性が人作ったらやばいと思う。ちなみに今店員さんから説明があって、今日ね開始2日目っぽいんだけど、最高記録が7個出たらしい。7個やばくない？これで4キロ超えよ。俺多分だけど、それやった人マックスさんな気がするんだけど、これさっきね、事前に全部食べたら次のおかわりいけるって言ったんだけど、そうじゃないっぽくて、バーガーはバーガーだけとかでいけるらしい。うまいね。ということで今ね、1個バーガー完食したので、おかわりお願いしましょう。おかわりでお願いします。はい、ハンバーガーです。はい、大丈夫です。ありがとうございます。いただきます。ただいまね、これ2個目のバーガー到着いたしました。何回見てもインパクトすごいよね。これおそらくなんだけど、この人1個完食できなくない？食で店内で食ってもお持ち帰りするレベルだよ。なんか勝手にだけどさ、アメリカに来た気分。とんでもないわ。改めて考えると、これバーガー1個でパティがね 499g も入ってるから、このバーガー1個で1ポンド肉超えてるからね。やべえバーガーだな。うん、2個目完食しましたんで3個目も注文していきましょう。今ね、これ3つ目届きましたけど、これマジでね、注文して速攻来る。お仕事が早いよ。食べ放題はね、そこが味噌ですから。ちょっとこれ3つ目もいただきます。ちょっと食べ続けて思ったけど、このバーガーのすごいところが、肉すごいじゃん。で、チェダーチーズも入ってるし、かなり重たいバーガーなんだけど、こうやってね、食べ続けても飽きない。うん。うまい。でかい。うん。あとね、ちょっと最初に紹介しそびれたんだけど、中にね、結構カリッカリに焼き上がってるベーコンが入ってて、そのね、食感とか香ばしさがあって、多分ね、それがね、飽きにくいポイントなんだと思うんだよね。ってことで、今ね、時間が15分ちょうど経ったみたいです。まあ、ラストオーダーまで残り、15分かなんですけど、ちゃんとお腹いっぱいよ、もう完全にね、ラーメンを食った自分の責任ではあるんだけど、ちゃんとお腹いっぱい。今回の参加費が確か2900円かな。こんだけね、好きに満足いくまで食えるのが3000円、まあ2900円だね。だったら相当お得だね。ということで、ただいまね、3個目完食いたしました。まあ、いい感じだから、次かその次ぐらいでラストにしようかな。で、今までね、ウーロン茶飲んだけど、やっぱりハンバーガーには合わせたいってことで、コーラ頼んでいきましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。ということでですね、ただいま、4つ目のバーガーと
コーラも来ましたんで、最高のセットでね、ちょっとこのバーガーを食べ進めていこうと思います。何回見てもさ、このパティとチーズの感じたまんねえぜ。うん、肉すごっ。で、ここにね、コーラですよ。うん、やっぱこのバーガーとコーラってのは鉄板セットだね。すげえうめえや。今日さ、カメラとか構えてる人もいないから、別に YouTuber みたいな方は一人もいないんですよ。でも半分以上はこのバーガーおかわりしてるもんね。うめえな。でも改めて考えると1個で 600g ちょっとだから、600、1200、1800で2400と。でポテトと、まあ、飲んだドリンク合わせたら、まあ、2.5 キロ以上だね。食ってるね。お前が食ってるね俺。今ね25分経ったみたいで、ラストオーダーまで残り5分だって。そしたらちょうどこれでいいかもね。やっぱりこういったものって普段のとんでもないデカ盛りとかチャレンジメニューとかと違ってね、もう完全に自分のペースで食えるんで幸せでいいね。今ねちょっと店員さんからアナウンスがありまして、ちょうど今ラストオーダーになりましたんで、僕はねこの4個目を最後に今回のねイベントは終了させていただきたいと思います。いただきます。うん、でイベント終了までね時間ありますんで、残ったポテト楽しんじゃいましょう。ということで、ただいまですね、バーガーですね、4つとセットいただきました。ポテトやドリンクも全て完食させていただきました。ごちそうさまでした。人生でね、こんなでかいバーガー出会ったの初めてだった。インパクトもあったし、まあ、それだけじゃなくて、もちろん味もね、とんでもなく美味しいものに仕上がっておりました。ちょっとね、いつ公開になるかわかんないんだけど、もしギリギリ販売時期に間に合っていれば皆さんにも食べていただきたいなと思いますし、その期間内に公開が間に合わなかったら本当にすいません。バーガーキングさんはね、こういった限定の商品以外にもレギュラーメニュー、これが今とんでもなくうまいんで、僕のこの動画を見て、うわ久々にバーガーキング食べたいなと思ってくださった方は我慢をせずにね、このジューシーなパティのハンバーガー食べてみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画がどうと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですねサブチャンネルなんかも最近活動を始めておりますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあね。